2024年の2月の17日、今日は妻が帰ってくる日だったので、関空まで迎えに行って戻ってきて、で、その後大阪の神津宮と幾国玉神社って、それぞれちょっと近場で有名なところ行ってきて、で、その神津宮のところはその龍神様っていうのが空襲の被害を逃れたっていう資料みたいなのが置いてあったりして、面白かったですね。まあ、このエリアが空襲でその瓦礫まみれになってたのが、まあ今はこんな豊かになってるんだっていうのが再実感されたり、あと椿が変わった特徴の椿っていうんですかね、なんかバラみたいに咲いてるようなやつ、カラコサキっていうみたいなんですが、それもたまたま見られたので良かったですね。本としては日本の古典を読むシリーズの万葉集読み終えて、まあやっぱり面白かったのと、大鏡映画物語の方も読み始めて、なんかその女性の嫉妬で瓦を投げつけたみたいな事件とか、まあ今と変わらないその人間らしい心のありさまとかが一部描かれたりしてるのも現代人からしても面白いなっていうふうに思いましたね。ニュースとしては21歳の歌い手のアドの国立競技場のライブが2日分即完売したという報道がありました。国立競技場でのソロライブは女性アーティストとしては史上初となるそうです。以上です。